しかし、あの鬼連合の、しかも次の後目とまで言われた荒川組までが、解散を目論んでいる。これはとんだ裏切りですよ、沢島さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東上会の親戚団体とし、そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東上会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二もにも自らの組の存続のため。島田なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東上会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみたいな都市圏に地盤を持たねえ組織は地理品だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなったんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ。我々としても、これで荒川組さんとの縁を今後いい関係を続けていければとは思っておる。そうだな。まあ、裏切りの首謀者だった荒川は、どこぞの誰かさんがきっちりやってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。何が筋だ。極道の端くりもならねえ片田舎に活動が。何だと、今何て言った。沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは小四郎のお前の責任だろうが。やめろやめろ。何やさ、何やさ。俺らならな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前まで登場会の機嫌に伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導が。ごたくなら見てもらえ、ヤクザなんてもんは結局はボラボラ、強い奴に弱い奴が従う世界だ。死の世の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいのに、このボンボンが。これからも俺らが作る新しい東京を見る見るもぜひ応援してくださいや、先輩。
ずいぶん勝手なことしてくれるじゃないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくなんねえんだよ。何が痛いんだい。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえよ。親父を殺したやつのけじめ絶対に手に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるわ。因縁でちゃげちゃ俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取るっちゅう腹ずらずもんやろうが、そうはいかへんかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだもんだな。